あ、お前、もしかして群馬中で噂になってる八号か。ついに秋名にも来やがったか。匠には連絡行ってるのか。今電話したけどいないんだよ。どうする、池谷。どうもこうも、匠がいないんじゃ俺たちがやるしかないだろう。ダメ元でやってみるしかないさ。地元の秋名でスピードスターズが逃げたなんて言われたらメンツが立たないだろう。トップバッターはケンジ、お前頼む。マジかよ、俺自信ないぜ。とにかくあの8号次第だろ。これでもスピードスターズじゃトップ3に入る実力なんだぜ。早いぜこいつ。
やっぱ俺の腕じゃダメだったか。すまん、池谷。いや、いいさ。相手がこの八号じゃ無理もないさ。あ、また来た。おい、今日は雨だぜ。もしかして今日もバトルするのか。これでもスピードスターズじゃトップ3に入る実力なんだぜ。負けねえぞ。ついていけねえ。嘘だろ、どうなってんの。ケンジ、大丈夫だったか。ああ、なんとかな。でもお前、本当にすげえな。尊敬するぜ。